おめでとうございました。はい、ありがとうございます。非常に苦しい一日でしたが、今日の一日振り返ってどうですか、今の気持ちは。自分が想像してた以上にやっぱりきついというのはね、感じましたけど、まあ、まあ室田さんなのかルアン・キッド選手なのか、もしくは他の誰かなのか、その辺は全然分かりませんけど、誰かは来ると、間違いなく来るだろうというのはね、自分の中で心に、まあ、一応そういう気持ちはとどめてやってたんですけど、さすがに残り9ホールでやっぱボード見て5打差あったんでね、この5打差っていうのは僕が多分ずり下がらなければまあ追いかけてくるのも、本当に1打差2打差が限界だろうと。だから僕が下がらなければっていう気持ちが強く働きすぎちゃって、やっぱりこう、まあ、守るっていうのがね、守ろうと思って守れるような腕がないのにそういう心になってしまったっていうのはね。ただ、まあ、最後本当プレーオフのパットはね、今度は攻める気持ちで、もう相手室田さんなんでね、自分からやっぱり自分の最高のプレーをしていかないと、勝利というのは掴むことはできないっていう気持ちでね、まあ、結果的に僕が入った後に、まあ、室田さんがね外れてっていうことなんですけど、まあどんな形にせよね、終わって最後優勝カップに名前をかけるっていうのはね、やっぱり最高の喜びです。はい、最後のねパットなんですけれども、はい、今その前ずっとスライスに外れてたじゃないですか、はい、それをライン見てどういう、やっぱりどっかで3パットをしたくないっていう気持ちが働いてるんでしょうね。でその気持ちがやっぱりそのストロークを少し自分の本来のストロークじゃないストロークにさせてしまってるんだと思うんですよね。でも最後はもうとにかく絶対入れるんだっていうね気持ちで、だその心の中にあるそのやっぱり何かが、ゴルフっていうのはものすごく大きな影響を及ぼすんだなっていうのをつくづくまた改めて考えさせられましたね。はい、その後室田さんのパットを見てる間、はいはい、まあ、ほっとしたような表情してましたけども、まあ僕は本当にもうなんていうんですかね、俗な人間なんで本当に心の底から外れてくれと祈りました。そのじゃあ外れた瞬間、優勝が決まった瞬間、ああいう時ってどうなんですかね。本来だったら多分ね、ものすごく嬉しいはずなんですけど、嬉しいっていう感情が湧いてこないんですよね。なんでしょうかね、なんか重たい荷物を背中から下ろしたみたいな。特に今日の場合、僕の場合どうしても逃げてたんで、その中で背負ってた荷物みたいなのを自分の中で勝手に感じちゃってたんでね、それをなんかやっと下ろすことができたみたいな安堵感っていうのかな、そっちの方が強かったですね。ここで公式戦ね、2008年の日程でね、はい、この日本プロ日本一は2度目なんですけども、はい、それについてはどう思いますか。まあ僕はね、例えば地方の小さな大会に出させていただくときもね、だからこうやって日本プロシニア、シニアオープン、他にも多くのスポンサーさんたちがね、大会を開いてくださってる、そういうものを全部に同じ気持ちで本人は望んでるつもりなんですけど、やっぱりその残り何ホール、最終ホールのグリーンに上がってきたときに、何かやっぱりその公式戦という重さというんですかね、そういうのをなんか勝手に感じちゃうんですよね。そこはやっぱり伝統とか、なんていうんですかね、多くの方たちが、僕らの諸先輩方が積み重ねてきたものがね、やっぱりこういうところにあるのかなというふうには思います。おめでとうございます。本当にありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。